ありきとは、大数学、論理学、計算機科学などにおいて、関数や三方が取る引数の個数を意味する、用語である。項数のような訳語が当てられる場合もあるが、ありきと英単語のまま用いられることも多い。複合語としてならば、変数や単に、交あるいはまた、元などは、ありきに言及する訳語として、存外よく用いられるものである。典型的には、 関数 F の定義域が、ある集合 S の N 項の直積である場合、F のありィは N であると言われる。また、ある集合 S 上の N 項関係は、形式的に集合の N 項の直積、SN の部分集合、もしくは、SN を定義域とする特性関数として表され、これに対しても、N をありィと呼ぶ。この概念は特に台数構造を抽象化して、 統一的に扱おうとする普遍大数学において有用である。例えば群は、ある空でない集合 S 上に二項演算、SSS と定数である単位元 ES 及び逆元を与える単項演算マイナス1、SS が与えられたものと見ることができる。単位元は、形式上零項の演算 E、1S と同一しできるので、群とは集合 S に異なるを持つ、 演算の集合を M イコール E-1 及び演算が満たすべき等式の集合 E イコール EX イコール X、XE イコール X、XX マイナス1イコール E、X マイナス 1X イコール E、Z イコール X が与えられたものだと見ることができる。同様に関東は、非空の集合 S と4つの演算を無イコール0の体だと見なすことができる。 これら4つの演算はすべて地域を S とするが、定義域のありィは様々である。演算から、ありィを与える関数ある、オメガ N を考えるなら、関の場合 R イコール0、R イコール1、R イコール R イコール2のようになる。このようにして、ありィの異なる演算の集合を通じて様々な代数構造を統一的に扱う道が開ける。計算機科学では、 主治のプログラミング言語において関数や手続きの引数の数を指してアリティと呼び特にこの概念は言語が可変庫の引数を許すような仕組みを持つ場合に有用である逆に関数がその値としてタプルなどによりいくつかの要素からなるような立ちを返すような場合その要素数をコアリティと呼ぶことがあるまた関係データベースの理論である関係モデルでは ある関係に含まれる属性の数をその関係のありきと呼んでいる。ありがとうございます。